陸上自衛隊の 155mm 榴弾砲 FH70 による射撃 FH70 は西ドイツ、イギリス、イタリアの3カ国が共同開発した 155mm 榴弾砲。陸上自衛隊の野戦特化部隊においても使用されている。陸上自衛隊の FH70FH70 は1963年に合意された。 ナトー基本軍事要求39号によって、牽引・自走療養の近接支援用榴弾砲として計画された。要求仕様は、分離可能な APU を有し、通常弾で 24km、ロケット補助推進弾で 30km の射程。最大連射速度は15から20秒で3発、持続連射速度は毎分2発とされた。弾薬は、 納豆標準の 155mm 砲弾に対応しつつ、新開発の長射定弾も計画された。これに基づき、西ドイツとイギリスは共同して研究開発を行い、1968年に細部仕様が決定された。イタリアは1970年からこの計画に参加した。当初の研究開発は、イギリス王立兵器長射開発研究所主導のもと、 イギリスのビッカーズと西ドイツのラインメタルによって行われ、後に参加したフォルクスワーゲンが APU 部分などを担当している。1978年に製造が開始され、西ドイツイタリアの旧式榴弾砲とイギリスの BL5.5 インチ砲を更新していった。砲身後端の下部に砲弾装填用トレーと半自動式装填補助装置を搭載している。 このトレイに砲弾を乗せた状態で砲撃すると、砲身の全身運動と連動して、トレイが持ち上がるとともに、汚染が開き、素早い装填と高い連射速度を実現している。汚染と装填補助装置は、砲撃と連動しない状態にしてすべて手動で、操作することも可能である。砲がには千八百 c c のフォルクスワーゲン製空霊、水平対向四気筒製、水冷水平対向四 気筒ガソリンエンジンと全身三足、後退一足の手動変速機を搭載しており、短距離であれば自走での移動が可能であるため、発射位置までの牽引を要しない。このため、展開、撤収が従来の方と比べて比較的早いという利点がある。ただし、その速度は時速十六キロメートル程度で、また、操縦士以外の操作要員や砲弾を運搬することはできないため、 長距離の移動には、大型軍用トラックで牽引する必要がある。陸上自衛隊では、FH70 の牽引に74式、特大型トラックをベースとした、中方牽引車を使用している。大型輸送ヘリコプターによる空輸も可能であり、1992年の防衛白書では、CH-47J による FH70 の吊り下げ空輸の姿が、 掲載されている。しかし、非常に重いため性能上は可能であるが、実用的でない、とされる。射撃に必要な方位角の下方への入力には方部に、搭載されたパノラマメガネと付近に設置した方向板を使用した反転法により行われる。射高付与後は、コリメーターや、標管等を設置し、事後の射撃の照準点とする。照準はすべて人力であり、 手動の旋回ハンドル2個を使用して行われる。1km 先の目標を射撃する際に、方位角を1ミル誤ると弾着が1メートルずれる、ため、小順守には高い連動が必要とされる。偽装が施された、陸上自衛隊の FH70 運用、整備の容易さと価格の安さから、陸上自衛隊でも 155mm トル榴弾砲、M1 と 105mm トル榴弾砲、 M2A1 の後継として、155mm 榴弾砲の名で正式採用されており、開発国での正式名 FH70 を略称としている。防衛庁は愛称をサンダーストーンとしているが、この名は一般的に普及しているとは言いがたく、FH70 または単に FH の名で呼ばれるのが一般的である。牽引車には7トントラックを改造した。 中方検診車を使用し、補助動力装置には、富士重工業製水冷水平対向4、気筒エンジンを搭載している。1983年以来、日本製功所によるライセンス生産によって配備され、現在の陸上自衛隊の主力火砲の位置についている。同加工を採用した国の中でも、陸上自衛隊は最も調達数が多く、主力加工として、本州、 四国、九州本土の士団、旅団に配備され、平成20年度時点で422万を配備している。しかし、導入開始から40年近く経過しており、老朽化しているため、特化連隊から特化隊への改変や連隊冷化の特化大隊の廃止等の過法定数削減と合わせて、順次退役が進められている。また、f h 七十装備の野戦特化部隊を、 方面隊直轄の特化部隊に集約する予定であり、2019年には西部方面隊霊下の FH70 装備の四段特化部隊が西部方面特化連隊に改編され、西部方面特化隊に2020年には東北方面隊霊下の FH70 装備の四段特化部隊が東北方面特化連隊に改編され、東北方面特化隊に編入された。 防衛省は2013年度から2018年度まで FH70 の後継となる総輪式の火力戦闘車の開発を行い2018年度より予算計上、2019年に19式総輪自走 155mm 榴弾砲として部隊使用を認められた音楽隊が1812年を演奏する際に楽器として指定された大砲として 霊法用に保有する 105mm のほか、多数配備されている FH70 を使用することも、ある。なお初演では、発砲音が強力すぎたため失敗した。また、新世紀エヴァンゲリオンの劇中曲、デッサイシブバトルなど、他の曲においても演奏時に使われることがある。FH70 は、霊法や楽器としては使い勝手が悪いため 105mm 榴弾砲が、 関東補給どころに少数残されている。配備されている、駐屯地では、隊員の成人式のイベントとして、FH70 と綱引きを行うこともある。配備部隊、機関防衛大臣直轄機関、東北方面隊東部方面隊中部、方面隊西部方面隊出展、一の下鷹を FH-70155mm 榴弾砲。 2011年8月17日閲覧。初原作動機構性能砲弾、創薬運用式組立式、プラスチックモデル商品名1、35陸上、自衛隊 155mm 榴弾砲 FH-70 製品使用、組立式、プラスチックモデル。接着剤、工具、塗料は、別売りスケール、1、35スケールブランド、HJM 発売予定。 2021年3月以降、価格6900円 JAN コード4兆9819億3205万7637。ありがとうございます。